下着類とかまで含めるとだいたい100種類以上ぐらいの衣装がある。やっぱり難しいなっていうところですかね。気をつけなきゃいけないことがたくさんある。それこそもう100年スパンで考えてますんで、木が朽ちるまで何回も修理しますし、まあ、少ない限られた人数で多くなってますので、覚えることも多いですし、でも好きなことに携われてるっていうのは嬉しいです。